安倍政権の危機を丸出しにした断末魔の煽りと言っていい。さらに沖縄市長選では豊見城市長選、那覇市長選と沖縄の誇りは貫かれた。大国土安倍の包囲網は今全国に広がろうとしている。先の総裁選に見られるように自民党全国党員の半数近く、実に 45% の党員が安倍政権に脳を突きつけたのではないか。兵源川西市長選、そして東海第二原発再稼働に那珂市長は反対にを表明した。今日嬉しいニュースが入った。2015年内戦下のシリアでシリア解放機構に拘束されていたフリージャーナリスト安田純平氏が解放され、トルコ国内に保護されているという。しかし安倍はそれを日本政府だと自らの努力の結果と声明した。ふざけんな。イスラム過激派 IS に拉致したジャーナリスト後藤健二氏の失死の命乞いにもかかわらず無視を決め込み見殺しにしたのは誰だ。国難とは最高府の長でありながら森友家計学園と自ら国法を破り、トランプのバチとバチと化した安倍という男が政権に居座ることに他ならない。安倍政権は辺野古基地工事を即刻中止せよ。日本国新政府は戦争を是認する安保法制を即刻廃法とせよ。治安維持法の復活に他ならない。共謀罪を撤廃とせよ。安倍政権は原発再稼働を即刻中止せよ。若き自衛隊員を戦地にやってはならない。若き自衛隊員を戦死させてはならない。若き自衛隊員に人を殺させてはならない。広島、長崎、沖縄、そして本土空襲で焼き殺された人々、阪神淡路大震災、東北大震災、原発関連事故死者、億万の死者たちが日本人を再び戦争に巻き込み国土を死の吐いて汚染する性犯罪の悪しき者たちを許しはしないであろう。日本気候団死者が砂漠に集結した我ら相続は国保経産省正門において死者の願い死者の通行を代弁し、世界平和を記念し、死者と共闘するエコー祈祷法を謹んで報酬することには、再建自殺祈祷相談創設プロデューサー、戦いかつ晴れやかに死んでいった反権力の異彩秋山道夫、そしてさらに今悲しみの方を要求さねばならない。祈祷団創設第1回法会が日蓮聖人松葉がやつ法難第751年を牧師経産省脱原発テントグラン前を同僚として開催された2015年8月27日足立正雄作詞秋山道夫作曲による祈祷団主題歌海燕を情感豊かに熱唱、以後たびたび反原発祈祷法会に参加、反戦の意を高らかに唱え、人間の業苦と人間の死期を切々と哀悼した歌手渚陽子氏がこの9月28日卒然として逝去した。願わくば秋山道夫よ、渚陽子よ、尾長武史沖縄県前知事よ、霊魂は長く地上にとどまり、悪しき売国奴らに鉄槌を下さんことを、霊魂は長く地上にとどまり、悪しき売国奴たちに鉄槌を下さんことを、教に曰く、主上皇をつけて大火に焼かれると見るときも、我がこの道は安穏にして天人常に充満せり、指針に供養し立てまつる戦災戦没震災原発公害軽視殉難王子の諸将領追善供養正代菩提。
常に自らこの念をなす。何をもってか主情をして無情道を握り、速やかに仏心を成就することをえせしめんと、重ねて祈願し立てまつる。天守同時異休時登場不可得不能外、所与恩的開始在滅呪事法華両者不可量脈不順眼種無乱説法者ずらさしぶ料理樹脂とならん。死に敬ってこれを申す。南無妙法蓮華経。2018年10月24日秋祖日蓮大聖人第737音魚記恩恵式の聖月、日本祈祷団死者が裁く四十七士主人で申す。
現在インド中ラジア核反発水門不敗東海天下者新領特番地プロポーチュー特定説所有安定大使の命天命温泉歴代産業法連携教室歴代産業法連携教室を一体さ両法連携教室主を失敗さしーし掃除をしてて祭る専門家法南国の半地区一条名法連携教南条城地区一条名法連携教南平等大院一条名法連携教佐賀の説教は一条二条の町小津の浄土法名法にある菩薩の六道連携にある二条の座物は五所教に限る十八巻二十八法六万千三百八十四本本のうちまたまた不明大統領です黒島津の伊豆名名を決す一夜一の万万国神仏なり神仏の絶望は史上ありせ南明連撃法南明法連撃法南明法連撃法それでは皆様とご一緒に太閤経産省に向けて叩き、お題目を唱えて、公儀とご記念のご唱和をどうぞよろしくお願いいたします。南無妙法蓮華経。